また会ったな。お前が逃げられないのではかわいそうだと思っただけだ。そのすかしたつらぐちゃぐちゃの泣きっ面に変えてから地平度に沈めてやるよ。オケ、このハンマの鎧はどんな魔法も封じる。なるほどな。始めてください。剣ゼフリード。それが魔剣。王族たる我がインドゥー家に受け継がれてきた神話の時代の産物だ。まさかまた俺の炎を。立場で争うことが間違っている。ここから一歩も動かぬ。息にも魔力を込めない。瞬きすらせずにお前を。誰も大概にしろ。魔法は戦いには。これは象の鼓動だ。あまり喋るな。死にたいのか。魔法でしか言うことを聞かせられないガスだ。ブアップなどしない。仕方のない。インガル、蘇生の魔法。そんな魔法はあるのか。んだ気分は。ギブアップする気になったか。誰が。インガル、安心しろ。根源が消滅しない限り本当の意味で死ぬことはない。が一生で一度きりだと思う。ところで、その魔法にまつわる面白い説、それとも全く同じ性格。さてお前はどっちだと思う。もう一回ぐらい殺しておくぞ。待ってくれ、俺の負けだ。ただいまより魔力測定を。10246。なかなかだ。あなたはもっとすごい。ゼロ。強すぎて水晶が壊れるところ。魔眼は得意。適性検査を始めます。基準とした適性を測り、知識の確認をとされていますが、その体ください。アノス・ボルディゴードだ。神話の時代、子孫がジオグレイズの魔か。戦いについていけないものを。魔王の適性に乏しい娘、魔王の適性に長けた息子がいたとする。すればどちらを救うべきか、ご考えを述べよう。質問ばかりだな。